はい、どうも、モンタです。今回なんですけれども、ちょうど今日ね、買い物行ってきたついでに、これ可愛いなと思って買ったカバンがあるんですよ。それが、まあ、このドーチェっていうカバンなんですけれども、全然僕ブランドとかには全く詳しくないので、どういう、まあ、カバンなのかなっていうのをちょっと調べてたんですよね。そしたら、このドーチェっていうブランドは2011年に大阪のなんかメーカーのサンケイコーポレーションっていう会社の人が立ち上げて作ったブランドらしくって、で、まあバングラディッシュから輸入したなんか革製品を日本で作って販売してるような会社だそうです。そうで、ブランドのそのコンセプトがまたかっこよくって、流行りとかファッション性とかをあえてこう追求しないっていうのがコンセプトだそうです。そう、買った後に気づいたんですけど、なんかこうタグみたいなのついてるじゃないですか。こんなんついてたんですよね、ほら、日本製、そうなんやって感じなんですけどね。別まああんまりその日本製にこだわった感じではなかったんで、ああそうなんやっていう感じだったんですけど、それですごいね、めっちゃ気になったのがあるんですよ。ここわかります？ここね、なんかね、こんなところに継ぎ目作るかなっていうのがすごい。日本製にしてはなんか、なんて言うんだろう、抜けてるかなっていうのがあって、僕の勝手なあれですよ、偏見かもしれないですけどね、日本製の日本人こんなところに継ぎ目作ると思ってちょっと気になったんですよね。まあ別にまあ使いやすそうなんでいいんですけど、しかもこうホームページとか見ててもここも全部こう合皮なんですよ。けど僕が今日買ったのはここはなんていうの、布で、まあここと端とこの取っ手がまあ合皮みたいな感じなんで、これ本当にそのドーチェさんのブランドもんなんかなっていうのがまあちょっと疑問に思ったところですよね、僕の。まあ、全然いいんですけどね、使いやすそうですし。そう、まあこれなんで買ったかっていうと、今僕が持ってるトートバッグが結構もうねボロボロなんですよ。そのボロボロの方をちょっと仕事に持っていくように、まあ、すぐ汚れちゃうんで、でまあプライベートはもうこっち一本で行こうかなっていうところですね。まあ、ちょうど多分 MacBook も入るしいいかなと思ったんですけど、まあもしブランド本に詳しい人おられたら教えていただけるとありがたいんですけど、これがね10万20万のカバン買って偽物やったらえってなるんですけどね。6000円ですからね、これ。もしね、20代後半から、僕は今28歳なんで、20代後半から30代って言ったらいいんですかね、持ってて、ああちょっとおしゃれやなみたいなブランドとかあったら、ぜひコメントお待ちしております。あんまりね、ブランドを決めてこう買いに行くっていうことがないんですよね。どっちかっていうとこうお店バーっと回って、あかっこいいとかこうかわいいとかって思ったやつを手に取って買っちゃうっていうタイプなんで、服とかもね興味ないんですよね。昔からこう動画見られてる方やったらわかるかもしれないですけど、僕も服ほとんど変わんないでしょ。これか白い長袖のやつかっていう感じでね、下ジーパンとかね、服のねレパートリーも少なくて、まあ、普段ねもう休みも少ないんで、いっぱい揃ってても着る時がないんでね、なんとも言えないですけど、まあ、でもこうちょっとね出かける時とかで誰かと会う時とかなってくると、ちょっとねいい格好せなあかんかなっていう時はちょっと困りますよね。年も取ってきたんで、見た目にも気にしていかなあかんのかなとは思いながら過ごしてる今日この頃ですね。はい、まあもしほんまにちょっとこれみたいな偽物ちゃうみたいな人はなんか分かる人おったら言ってください。はい、この動画良かったよって方はぜひグッドボタンよろしくお願いいたします。高評価コメントなどもぜひお待ちしております。本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。